I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.話によればそうらしい。大丈夫ですって。前にふわっといなくなった時もしれっと帰ってきたし、きっとそういう属性のキャラなんですよ。あ、伝わります？このフィーリング。だが、今回は若干勝手が異なっている。これって、どういうこと？ねえ、京子さん、ゆうこっち！私にも、わかりません。気がついたら、それだけ…どうやら、ロードナイトモンの狡猾な罠に絡め取られてしまったようだ。ロードナイトモンな…ロードナイトモンは、あらゆる剣謀術数を使って君たちを排除しようとしている。よほど警戒されているようだな。デジバイスが見つかっただけでも幸いだった。先ほどログデータを解析し、助手の位置情報がロストしたポイントを割り出してみた。見つかったんですか？どこ？我々の知った場所だ。かつてエデンのバージョンアップ体験会で使用したエリア。それを最後に。あのエリアはイーター出現以降完全に隔離されていて、現在はメインエリアの復旧及び準備。あそこはデジタルウェーブの容量も桁違いだ。ロイヤル。でも私たちは秋葉原にいた。それがいつの間にか別のエリアへ。私は気づかなかった。それだけ相手の罠が巧妙だったんだ。気に病むな。とっても無駄だ。ならば行動に移るしかない。ロードナイトモンの手に落ちた我が助手を取り戻すんだ。さすが京子さん、そうこなくまずはこのチラミネの木を君に託す。そこで食っちゃー！パート2。はい？助手と共にあったデジモンたちを連れて救助に向かってほしい。彼らの力がきっと必要になる。君はデジモンたちからの信頼を。わかりました。ここは一つ。あっ、下肌ぐらい脱ぎ脱ぎしちゃう。キアさん、私は…お、ゆこっちも脱いちゃう感じ。あ、はい。コロッと行く意味はわからないが、我が助手のこと頼んだぞ。無論バックアップをさせてもらうつもりで。イエーイ、そんじゃ行っちゃおう。でもってサクッと…おお。
ゆうこっち、ここってバージョンは、なんていうか、その…いえ、エリア内のデータは、すべて書き換えられ、ここは、おそらく、サービス開始前のエデン。現在、クーロンとなっているエリアを、当時のまま再現している。以前、資料映像で見たので、待ち…おぉ、そっか、だから、この、胸の奥が、キュッてなる。それは、ノキアさんが、いえ。私たちが、ここを訪れたことがあるからだと思います。え?どういうこと?私も信じられなかったけど、はっきりと確信を得ました。この先に、答えがあります。先に進めば、きっと。はい!ちょ、ゆうこ!行きます。今です。知れないよ。大丈夫だってば。ゆうこお前マジで怖がりだな。そんなことないけど、もし危険なものだったら。おーだあ、見ろよゆうこ、これ中に入れそうだぜ。本当か、あなた。行こう行こう。なあ、お前も行くよな。今の、あなたと、私たちと、お兄ちゃん。まさか。いいのかい?その光の向こうには、過去が眠っている。失われた。忘れ。お兄ちゃん。ゆうごく。ゆうご。やっと会えたね。お兄ちゃん。本当かどうかは、自分でもよくわからない。今の僕は、幻のようなも、イーターが生み出す。ね。え?どういうこと?8年前、エデンのベータテストに参加した僕は、イーターと遭遇し、襲われ、精神データを吸収されて、肉体に戻れなくなってしまった。
でも僕の精神データは消滅したわけじゃない。イーターに囚われたままある場所に留まっている。ある場所？そこに行けば鬼。詳しくは言えない。優子たちを危険な目に遭わせたくないから、デジタルワールドのある場所とだけ伝えておくよ。デジタルワールド？その場所から僕は君たちを見守っていた。時には姿を見せたこともあったはずだ。それこそ、ま、それって噂の白い少年の幽霊のこと？あれは僕の記憶の断片をイーターがデジタイズしたものだ。正体が幽霊じゃなくて、安心したかい？別に幽霊なんて怖くありませんけど。それじゃあイーターの出現場所で白い少年が目撃されるっていうのは。僕とイーターは言ってみれば同一の存在なんだ。イーターとは子にして善。すべてのイーターはあらゆる記憶、あらゆる情報をあらゆる瞬間に共有している。僕もそのネットワークの一部なんだよ。だからイーターがいるところには僕もいる。逆に言えばイーターがいないと。お兄ちゃん。優子、本当に行くのかい？この光の先にあるのはデジタルワールド。そこで待つのは、真実を知るのは、とても。私は、たくさんの勇気をもらいました。パパやお兄ちゃんに。そして、友だから、行きます。はわ！ゆうこっち。それ、ぎゅーってして。何を突然。ノキアさん。そうか、わかった。心の準備ができたなら気をつけるんだよ。さっきも言った、僕がいるところにはイーターがいる。待ってて、お兄ちゃん。次は私が会いに。その時は私も一緒だからね。もちろん、みんな一緒。きっと、おバカなアラタも。皆さん、私の友達ですから。ノキアス。彼女たちの反応までもロストしたか。長きの空白に終わりを告げる時だ。
奴ら。変なのがいっぱいだ。変じゃないよ。かわいいよ。そうか?よく見ると、かわいい。ねえ、アゴモンガブモン、あたしたちと一緒に、あたしたちね、今大冒険してるの。君たちも大冒険しよう。うん、いいよ。アグモン、ガブモン、やっぱり私たち出会ってたんだね。ねえ、本当にもう帰っちゃうの？そろそろ戻らないと大人たちが心配するだろう。はあ、楽しかったな。あの子たちと友達になっちゃった。絶対また来ようね、みんなで。忘れていた過去、本当にあったこと、あいつもこのことを思い出しているんだとしたら、あらっと。ここは電脳空間だ。現実じゃないんだ。
だからユーゴは、リアルのユーゴは、俺はみんなを守ったんだ。こうするしかなかったんだ。こうするしか。兄さんは私たちをかばって、それなのに私は、ひょっとしてあのイーターは私たちの世界から、私たちのせいでデジタルワールド。その通りだ。自らの犯した大罪思い出したか。記憶の封印をわざわざ解いてやったのだ。思い出してもらわなければ甲斐がない。貴様ら不用意にデジタルワールドを訪れ、愚かにもイーターを余すさえ、ゴミを残したまま扉を閉じてしまう。その時世界の断りは歪み始めた。その時世界の崩壊が始まったのだ。ヒーゾ、怯えろ、絶望しろ、罪をあがなえ。この感じお姉さんゾクゾクしちゃうわ。未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。私たちを守ってくれるの？貴様、私の邪魔をしようと言われるのかもしれんが、そこをどけ。そいつらを連れてる即座にデリッツ。その人間ども、私もお前と同様、人の肉体に宿る人と沿ってきたデジモン。私は問い、人は真に粛清されるべき存在か。ごめん、とうとう貴様はそうして人間の側に立つ、とんでもない偉い人間なの。私の肉となった女、女によって操られた海の全てから苦衆悪かつ邪悪。つまり人間は、粛清されて親しい人間は、時にしかしそれは、デジモンである我らとても同じ。そして、人間とデジモンの一面でしかない。お前の目には、他の面が映らなかったとでも。デジモンと人間は、このような、無力なものを踏みにじるのは、届けとはなことに。やれ、もうだくの、私にもわからない。だから、やはり戦いを望むか、手を貸してくれるかな。それとも、奴の望みどおり、素直に消えるか。調べに行き、
噛み締める。ちょま、これどういうこと？私たちのこと知ってる？あなた、私の特製ブレンドを飲まないと思い出せない。明太子、あのね、どちらです？それとも、やはり旅行？我が助手よ、君のデジバイスを白峰ノキアから受け取りたまえ。絶望的な差を思い知れ。ただの探偵だ。しがないね。さて、そろそろ終止符を打たせてもらおう。私は戦闘が増えてな探偵でね。刀剣など、体得しておけばよかったかな。待って、私に、父の仇を打たせてください。なるほど。これは君の戦いでもあった。いいだろう。君の手で、君の戦いを終わらせたまえ。はい、お願いします。私と、
ントフィルラー。あっ、デジモンが、それがイグドラシルの意志だとでも言うのか。そう信じたから私は人間と共にいる。ならば我らのしてきたことは何だ。聞かせてもらおう。お前たちはドゥフトモンは何を企んでいる。何やら気分がいい。いいだろう。私がパラダイスロスト計画で使用したデジタルラインを利用し、自らに強大な力を得て、一息に人間世界を、イーターともども滅ぼそうと。人間との融合は、私には、悪影響のみ。アタヒ様と私。さようなら、いえ、リエさん。今度こそ、本当に、お別れみたいね。寂しくって。私、あなたのバカみたいな喋り方、大嫌いでした。その、キャラ作り、っていうか、若作り。見苦しいし、正直痛々しいですから。あら。あらあらあら、気分ね。っていうか、生意気で、打ち負けそうなくらい。では諸君、ひとまず事務所に。君たちも私に聞いて。てか、私の入れたコーヒーをご賞味いただければ納得してもらえると思うが。え？八丁味噌クリームチーズわさびブレンド、未発表の新作だが、なかなか。うわ、まだ京子さんですね、間違いなく。京子さん、わさびだけを抜いて。そ、
そこですか。説明しておこう。共有しているクレミ京子の記憶も交え、8年前エデンのベータテスト以降、デジタルワールドはイーターによる侵食を受け始めた。いち早く事態を察知した私は、その原因が隣接する別次元の世界、人間が生み出した電脳世界にあることを突き止めたんだ。時を同じくして人間世界で探偵クレミ京子がエデン症候群になる事件が、彼女は会社内部の不正を調査告発するために動いていた上城悟に雇われていたのだ。父が京子さんを雇っていた？そうだ。そしてその折内部告発者から接触があり、密会したいとの申し出に彼女は応じ、指定された電脳空間内のエリアに単身赴いた。しかしそれは岸辺理恵が誘られた罠だったのだ。上城の実権を握るという野心に燃えていた彼女は、クレミ京子に上城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などというマスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれがスエドー明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの研究をしていたと知ったごく最近だ。尊敬の念を抱く上城悟を岸辺の野心から守るために、ああいった手段に出たのかもしれない。スエドーが父を。その時私はイーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁の隙間からエデンネットワークへと侵入していたが、何分隙間が小さくてね、データ質量を一度幼年期デジモンレベルまで縮小しなければならなかった。そのままの状態ではまともな活動は。そこで出会ったのが精神データを失ったクレミ京子の肉体だ。精神データの代わりとして入り込めば宿主の肉体を意のままにできると私は気づいていた。それによりこの現実世界での行動が可能になったわけだ。ただし精神活動の代行にはもちろん大きなリスクがある。人間の有機的構造は複雑だ。肉体と同調するにはある程度宿主の記憶と同化説、それはデジモンである私、今となってみればこの肉体、クレミ京子、彼女の使命感と私の役割が矛盾も拒絶もなくシンクロし同化できたのだから、私は京子となり、京子は私となった。それではロードナイトモンも。ああ、ロードナイトモンも同様にして人間世界に降り立ち、岸
岸辺りへの肉体と同化したのだろう。君たちからすれば、何せ他人の肉体を、もし君の肉体が有用であったならば軽蔑するか。君らしい答えだな。まさか人間として暮らしていたとは。そっか、オメガモンも気づいてなかったのか。それじゃあ私たちに分かるはずないよ。得体の知れないデジモンである私を信用しろとは虫のいい話かもしれない。どうかこれまで通り君たちの仲間の一人として協力させ。やめてよ京子さん。そりゃ体は人間で中の人はデジモンとか、もう全然意味わかんない。あんなサンズリバー風味のコーヒーもマジ人間じゃない。そうか、これまでの作品では物足りないと言って。ではそちらにも全力を尽くすと約束しよう。挽回のチャンスを与えてくれたまえ。殺人予告そうじゃなく、京子さんはずっと今さら信用する。ロキアさん、結局それどっちなんです。京子さんには逆にそれなのに。私は自分の役割を果たそうとしているだけだよ。8年前の事件についてけど、いや、私たちのせいで。思い出さない方がよかった。思わない。ぶっちゃけきついし辛いけど。私もそうだね。アグモンもガブモンもあの時できた友達の思い出したからには迎えに行かなきゃだね。君たちらしい、実に人間らしい答えだ。我々がまずやらなければならないこと。ブストモンは彼自身に膨大な量のデジタルウェーブを注ぎ、次元の壁に大穴、エグザモンをはるかにしのぐ力。そうなったらチェックメイトですね。前回はデジタルウェーブより確実にブストモンを、とそんなことが可能にするのさ。概要はこうだ。各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルウェーブを放出。そうすればこれ以上ない壮大な規模の嫌がらせ。いやー、ブラックユーコ様にピッなんて。いや、そのうんうん、頑張って。あ、私もノキアさんが適任だと思います。リベリオンズは、それにザクソンとか元ジュードとかのハッカーは、私がまとめるとかなんか無理っぽくない？っていうか無理じゃん。失敗できない作戦だし、やめた方が。君らしくないぞノキア。この時なんとかないと。オメガモン、私もノキアならできると信じている。何これ、なんかやれそうな気がしてきちゃったんだけど。そっか、うん、そうだよね。確かにいつもそう言ってたよね。けどオメガモン、今回はちょっと違うんだな。ん？なんとかなるじゃなくって、あたしが、なんとかするだ！京子さん、ゆうこっち、わかった、大丈夫！あたしがなんとかするから、任せなさい！任せるとも。私と六本木、東京。じゃあじゃあ、もろもろ、うおりゃ！いよいよ天王山、ドゥフトモンとの決戦だ。